学校法人宮田学園、国際貢献専門大学校、ライデン大学短期留学第2回合同入学式を開会いたします。皆さんの大きな夢を実現するために、我々教職一同全力でサポートいたしますので、ご安心ください。国際貢献専門大学校の入学を許可いたします。全力投球をして、その分野のエキスパートになっていただきたい。卒業式の時にはしっかりと目的に、自分の持っている目的に達しているかどうか、頑張って努力してください。留学の素晴らしさ、その魅力を次につながる若い人たちにたっぷりと語れる夢を持った大人に育っていただきたいな、心から願っています。桜の花が咲くこの良き日に、私たち新入生176名は、高い志を持って国際貢献専門大学校の入学式を迎えました。いろいろな経験を通じて、グローバルな視点で社会に貢献する人になりたいと考えています。国際貢献専門大学校の生徒を欲しいとの自覚を持ち、夢に向かって成長していくことを誓います。皆さんが一日も早く学校になれるよう、2年生一同応援しています。やりたいこと、それを見つけて、今度はやりたいことを先生に相談してください。乾杯。ありがとうございました。もう心出し、そして、夢を持って、この2年間しっかり学ばれてください。日本で一番いい環境にいる学校で勉強できるなと思って、羨ましく僕ら一度に見えました。我慢、感謝、努力、そして最後に思いやりが、きっと皆さんの幸せになります。私には大きな目標があります。それは日本語教師になり、世界の人たちに日本語や日本の文化を伝えることで、日本の良さを知ってもらうことです。その目標を達成するためなら、苦しいことがあっても負けずに頑張れます。今の私の夢は、看護師になるか、医療の分野で働くことです。2年間みんなで一緒に勉強して、一緒に素晴らしい学校生活を送りましょう。私が日本に来た目的の一つは、日本で IT を勉強して将来、新しいパソコンの発明に関係するような仕事に就くことです。私は日本の文化をもっと知りたいです。でも日本人ももっと知りたいです。ですからこの3ヶ月間に本当に楽しみにしています。いい経験をしたいです。よろしくお願いいたします。